琴と日と新能千恵子から1947年3月19日は、日本の皇族、官員の都琴日と新能の日、三条、耳交釈令状。母は、高塚佐助弘の救助、春子。愛国婦人会の総裁を務めた6歳ほどより、アトミ女学校へ通い、アトミ家系に学ぶ。絵画を得意とし、史上派の写生が、南州派の文人画を収め、 花亭の画号を持つ。1891年、官員の宮琴人新納と結婚する。琴人新納との間には、厚志二王、京子女王、重子女王、都子女王、春二王、広子女王、花子女王の二男女王を設けた。上から三姉妹は、自分と同じ後美女学校へ通わせ、春日都市は学習院、下の二姉妹は、女子学習院に通わせた。 厚紙に王のほか、敏子女王は、腎臓病、広子女王は、関東大震災での被災により、いずれも成人を迎えずに没し,している。庭内に学問所を設けて、教師を散大させるなど、王子王女の教育に熱を入れる一方、社会公共の事業にも、勢力を傾け、大日本婦人教育会や日本赤十字、特殊看護婦人会の総裁を務めた。日露戦争の時には、 愛国婦人会の総裁に就任した。1947年3月19日、小田原市にある関員宮邸で公居した。満七十四歳没。3月26日に東京都文京区の豊島岡墓地で葬儀が行われた。今井賞のみ、愛国婦人会と社会事業、大正後期の山口支部の活動に焦点を当てて、ハット ABC 中村明人、 官院の宮姫殿下、名姫と、筆跡博文館、1909年、坂本達之助、ひちえ子殿下、皇室及び皇族秋文堂、1910年、皇室写真帳編参書、官院の宮、皇室写真帳、皇室写真帳発行書、1922年、P86、後と三家系、女王殿下を忍び立て祭りて、折々草実業の日本社、 1915年、漢方第6055号、国事宮内政国事第5号、昭和22年3月24日、漢方第6056号、国事宮内政国事第6号、昭和22年3月25日、漢方第2550号、除人及び事例、明治24年12月28日、漢方第7578号、付録、事例、 明治41年9月28日、官報第4438号、付録、事例2941年10月23日、ウィキメディアコモンズには、ことひとしんのうひちえこに関するカテゴリーがあります。ウィキソースには、日本赤十字社六時の原文があります。ありがとうございます。